園芸ファクトリーの結城と、今日はゲストにですね、虫博士を呼びました。虫博士の諸さんでございます。よろしくお願いいたします。虫博士とか言っちゃったけど、なんて言えばいいですか。じゃあこの際、じゃあなんかちょっとつけたらどうですか。なんか例えばさ、あの魚くんみたいな感じで、変人とかみんなね、あのそういったの別に自分が有名になりたくてなってるんじゃなくて、あの勝手に有名になるパターンがあるんですけど、それ勝手に有名になるパターンな気がするんですよ。キャッチフレーズがカマキリですね。虫愛好家って言ってましたけども、今回の回はですね、完全に僕の、趣味のですね、話になってきております。今回は猿は一切出ない回でございます。やった、こういう回を待ってました、僕は。まあ、なぜこの回をやったかと言いますとですね、簡単に説明しますと、僕が将来ですね、動物園を建てるっていうのが目標になっております。動物園にね、関係してくるお話になってくるんじゃないかなと読みました。実際にカマキリを語ってもらえればと思いますんで。後でですね、まあ、概要欄でモロさんのですね、SNS をね、情報載せさせていただきますけども、ものすごいです。マジで。レーダーがビンビンになった人ですね。学校で、講演をしに行った時にですね、たまたま学生さんがね、おりまして、その学生さんがですね、こちらのモノさんだったんですけども、その時に僕は猿回しで言ってるんですけど、虫の話でね、すっげえ盛り上がりそうになって、あ、やべえ、これ、趣味の話になっちゃうな、みたいになっちゃったんで、その場合やっぱり仕事モードなのでね、じゃ、ちょっとうちで遊びに行ってくれないですかって言って、呼んじゃいました。今日もう早速なんですけど、めちゃめちゃ虫。5種類のカマキリ。じゃあ今回ちょっと気合入れてわざわざこうやってついてきてくれて、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、これ、あー、もう楽しみ、もう超嬉しい、これカマキリ。オオカマキリ来た。オオカマキリ、おー、かわいい。この辺で、この辺で、はい、わかります皆さん、これほら、オオカマキリの赤ちゃんですね。かっこいいね、このフォルム。めちゃめちゃ、うちのエピソードがあって、親がすごいカマキリと虫が大嫌いなんですよ。でその時にね、このカマキリのね、卵をテレビの横に置いてたんですよ。冬にテレビの熱であったかくなるじゃないですか。そうするとね、僕が学校に行ってる間、羽化しちゃって、うん、昔ブラウン管だったんですよ、うん、なんか抹茶茶だったらしいんですよ、うん、なんでこんなホコリがあるんだろうって見たら、全部カマキリだったんで、うきゃーって言って、めちゃめちゃ驚いて、でも羽化したから一生懸命親がこのペットボトルに詰めてくれて、うん、これもう2、3回脱皮した2、3例 ?3、4例かな。これなんでこんな色してるんですかね。飼育からともう大体茶色になっちゃって、うんうんうん、緑出ない、緑出ない、紫外線の問題だと思って、はいはいはい、確定ではないですけど、からと大体シェイブになっちゃう。ねえ、はい、だ、芝生に擬態してる感はありますよ ね、 そうですね。これ今何食べてるんですか、こいつは。これちっちゃい小生梅ですかね。あー、小生梅ね。あとレッドローチ、ゴキブリ、レッドローチ食べます。結構復興性が高いゴキブリですね。フォルムがかっこいいよね、本当に。そうなんですよね、本当。こんなカマキリが出てよかったなと思います。ちなみにモロさんのですね、インスタグラムではね、めちゃめちゃバズってますんでね、モロさんのインスタグラムでリール見てみてください。結構お腹あれですね、平らなんですね。そうですね。満腹にした方がいいんですか、それともあんまり満腹にさせすぎちゃうと、蚊とかって血吸いすぎると爆発するじゃないですか、はい、あれと一緒でやりすぎると良くないですか。やりすぎると良くなくて、うん、カラビオとかだと結構食べすぎで吐いちゃったりとか、うん、あ、しちゃったりとかする。あとオオカマキリだと一番怖いのが、うんうんうん、お腹こうなってないんで。あ、これハラビロカマキリもしかして。あとで説明するんですけど、胸垢で。胸垢か。外来種の方です。おお。腹が平らなやつって、はいはい、食べ過ぎると腹折れって言って、うん、逆さまにした時に結構腹が折れちゃう。折れちゃって、うん、でそうするともうなんか大体死んじゃうんで、それが怖くて、オオカマキリとか特に、うんうんうん、少なめに与えてます。腹折れなんてあるじゃ知らなかった。昔全然そんなの気にしてずに飼ってた。これね、皆さん知らないかもしれないんですけど、カマキリって夜見たことないですよね。夜のカマキリの目ってね、面白いんですよ、また。カマキリの目って、日中ってどういう目か知ってます？透明感がある目ですよね。黒目って呼ぶんですけど、未だにわかんないですよ、読み方。はい、あれなんですか、なんかこうやって、かっついてくるやつ。偽瞳孔って。偽瞳孔。これどっから見ても、見られてる。見られてる。あれ何のためについてるのかなと思って、クワがこのなんかストロー状になってて、どっから見てもこの奥が説明が難しいんですけど、はいはい、見えるみたいな感じで。カマキリは目がいいんですかね、やっぱりコショコショとして。すごいいいです。なんか昆虫で唯一立体視ができるって。これ立体的に物を見ることができて、ちょっと揺れると思うんですけどあれも距離感測ったりしてて、複数意味があるのかもしれないですけど、うーん、これは揺れるけど、例えば獲物が目の前に、あ、揺れる、揺れますね。これも揺れてるのはこうやってなんか距離測ってる、動体視差っていうか、うんうんうん、揺れることによってこの体重物が見て、こうやってそういう話聞きたかったなるほどね、すげー。
すごい視力いいんです。それは多分知らなかったんじゃないですか皆さん、うん、僕はってカマキリ博士って言われてますけど、それ知らなかった、立体的に見えるなんて。そうですよね、なかなか。この触覚って基本的にそのなんか電波的な感じで感知するっていうのを言われてますけど、それとはじゃあ別に目で追ってるんですね。そうなんですよ。すげえなぁ。すごいですよね。これあのどこのカマキリも一緒なんですかね。基本と同じだと思いますね。そうですね。揺れないカマキリもいますけど、なんかお、いるんですか。そうですね。まあ、揺れる、まあ、飼ったことがないんで、はいはいはい、正確なことは言えないですけど、あのゴキブリに近いカマキリ。ゴキブリに近い。カマキリってのは一応ゴキブリと近縁で、うんうんうん、はい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 。から進化するんです。ゴキブリから進化した。そうなんです。祖先が同じ。ゴキブリに近いんですね。で僕ねちょっとすごいここで一つ聞きたかったんですよ。ハリガネムシってつきものじゃないですか。このハリガネムシがいつのタイミングで入ったのかがすごい気になるんですよ。結構バラバラだと思うんですけど、うん、トンボとかいるじゃないですか、はい、あのトンボとかハギロの仲間が水中でこのハリガネムシの幼体とか卵とか食べることによってそういうのを取り込んで、ヤゴが、ヤゴがあの体内に取り込んでそこで休眠状態になるんです、うん、なって、それでそれが羽化して、はい、空に飛ぶじゃないですか、はい、でその空に飛んだやつをカマキリが食べることによって、でお腹の中に入るで幼虫でも入るし水中でも入るんですね。ハリガニムシってカマキリのお腹の中しか育たないんですか、それとも例えば鳥とかでも育つんですか。ああいうのって人間とかで育たないはずなんで、うん、虫とかだけなんだと思うんですけど。カマキリ以外でも一応虫ではコオロギとかでも育つんで、あとワッタとか。じゃあそれで食べたことによって、はい、要はその宿主が、最終的な宿主がこの、はい、まあ、虫になってまたあの水辺に行って、はい、っていう感じで。そういう細工をします。じゃあちっちゃい時は基本的にはじゃあまあハリガネムシがいる確率が少ないってことですか。そうですね。一番最初で入ったのが1例じゃ2例のカラビロだってなんですけど、そこから飼ってて、はい、大人になったんですけど、はい、でハリガネムシがそれから出てきたことがあって、ヤバイの餌とか一切与えてないんですけど、はい、出てきたことがあったんで。なんでですかそれ。結構気流が謎なんですけど、ちっちゃいカゲロウを食べたか、はい、もしくはあの自分から地下を掘ったやつで、バッタとかが結構すごい低い確率ですけど、何らかのあれで落ちた、うん、あのハリガネムシの休眠した状態のを食べて、それを食べることによってみたいな。周りくどいあれで。ハラビロカマキリはじゃあ基本的にはあの、まあ、あの外にいるやつを捕まえてあの捕食させてたってことなんですか、はい、これすごい知りたいんですけど、はい、今度やってみてもらいたいんですけど、はい、殺しちゃうのはあれなんですけど、はい、本当にあの何もない状態でその要は売ってる、はい、市販で売ってるコオロギとかじゃないですか。それでハリガネムシ出ないかと見てみたいですよね、はい、ハラビロカマキリってすごい高確率であるじゃないですか、はい、ほぼほぼ、はい、そうですね、ね、出ない、うん、その確率を知りたい。ちょっとそうですね、知りたいですね。もう知りたいです。ハラビロもう日本のあのやつだとあの黄色いね、あの点々がちょっと、ね、模様が出てくるんですけど、これちょっとやっぱり違うんですね。前足のこの黄色い点々がなくて、すごいここの部分が黄色い、ちょっと胸赤な、こういう胸も赤いんです。胸が赤い。それ以外もなんかちょっと赤っぽい、胸赤入ることがあって、お腹のかっけえ、何この色。そうなんです、綺麗なんですね。なんでこんな色なんですか。すげえ綺麗だな。すごい綺麗。ハラビロもそうですけど、やっぱりハラビロ系ってなんか色がちょっと若干薄いじゃないですか。なんていうんだろう、淡い色っていうか。なんでこんな色になったんだろうな、本当。オオカマキリとかはね、緑色なんですよ。だからこれはハラビロカマキリって、あの日本のやつではないんですけど、ハラビロカマキリの色、やばいこれ。お腹に威嚇模様もあるんです。あ、本当だ。あ、しかも出た、このハラビロの特徴のこの、あの口のこのちょっと、はい、あのオイランチックな、オイランチックってちょっとマニアックなんですけど、口がね、なんかあの色がついてんですよ、めちゃめちゃ、ね、これが綺麗だよね。これがちょっとハラビロに比べて、うん、若干薄い。そうなんです、あのハラビロの、うん、まあ、口に黄色いと思うみたいなものがついてると思うんですけど、うん、ついてますね。それがあんま見られなくて、うん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 、黄色いものがついてるじゃないですか、うん、お腹の部分超かっこいい。何この色、すごい綺麗で、ちょっとチューしたくなる。めちゃめちゃチューしたくなる、このあのぽってりした感じのお腹。あーいいね。僕ねこれ言ったらすげえ変人だと思うんですけど、僕はカマキリのねお腹が大好きで、だいたいチューしちゃうんですよ。ねえ、いいっすよね。あの虫が嫌いな人からしてみたらギャーってレベルなんですけど、もうねたまんないんすよ本当に。このぽっちゃり系のオオカマキリはね、あのメスはすごいね、ほんとボワーッとあれ振り来ますけど、素晴らしいわこのぽっちゃり系。こいつの特徴とかってなんか、こいつの特徴はだいぶあって、ハラビロとの違いはだいぶあるんですけど、うん、まずこの、うん、さっき言ったんですけど、口に黄色いトウモロコシみたいな模様がないのと、うん、前足に黄色いイモが2、3個っていうか、まあ1個か4個ぐらい、1個から4個あるんです。大体1個から4個ね、大体まあ結構触るんですけど、それがなくて、はい、白い点がなんか十数個並んでる感じで、でこの後お腹はブヨンブヨン、目が赤いんです。
ほんとだ、目が赤くて、ちゃんともう成虫なんないとちょっとわかんないんですけど、これも樹状性なんですか。これも樹状性なんですか。だから生息域が腹びれとかぶっちゃうんで、かぶってるんですね。希少数がちょっと上位互換なんで。おお、そうなんですか。こっちの方が弱いんですか。こっちの方が強い、強いんですか。上位互換、そっか、強い。そうなんですよ、胸赤は腹びれの上位互換なんで、やられちゃうってこと、食われちゃう。同じ樹状で吸わしちゃうと、はい、やられちゃう、やられちゃって腹びれが単純に体格差が、大きさがこっちの方が大きいんですか。大きいし、凶暴性もこっちの方が高いし、あとは結構飛翔能力がでかい割にあって、かっこいい、女性得意っていうのが。なるほど。ちょっと僕はもうね、もう無限に見てないんですけど、これかっこいい、このフォルム。わかりますか。あー、飛んでた大事に、大事にしたこと、モロさんが大事にしてるね、カマキリなんで。威嚇して、あー、ちょっと手が届かない。すごい。取れます。はい。ごめんなさい、カマキリさん、ごめんなさい。名前とかつけます。名前つけてる子いくつかいるんですか。僕ね、全部カマキリは、オオカマキリから全部ね、ターリーって名前なんですよ。なぜターリーかわかんないですけど、ターリーって名前がすごく気に入ってて、ちっちゃい時にもう本当に何十代目ターリーみたいな、三代目ジェイソウルみたいな感じ、うん、何つけてます。例えば今、衝突連れてきてるのが、友達がつけてくれたりするんですけど、うわー、かっこいい。これ飛ぶやつじゃないですか、これ、これメスは飛ばないです。お、飛ばない、メスだから飛ばない、オッケー。そう、オスは飛ぶんですけど、メスはあんま飛ばないですよね。このオス、エグいぐらい飛ぶんですよ。うわー、かっこいい、かっこいい。これが名前が、これもっと緑でキュウリ。確かにキュウリっぽい。年取ると劣化していくんで、最初の頃はもっと若々しい緑色で。うわ、かっこいい。目めっちゃとんがってる、こいつ。花カマキリの仲間。花カマキリっぽい、本当に。花カマキリってランカマキリってランのね、擬態するカマキリですね。目がこうとんがってる系なんですよね。これなぜとんがってるんですかね。わからないんですけど、理由は。でも花カマキリとか見てみると、結構それが今度は鼻の中心というか、はい、そういう感じに見えなくもないって感じなんで、それは鼻みたいなのかなっていう。めちゃめちゃかっこいい。羽のところのこの模様が一番結構特徴的な、一応目玉を模してるらしいですけど、ね、目玉、あんまり目玉には見えない。目玉ってことは何の目玉を見てるんですか。鳥とかなんですか、やっぱり上から見ると。大体そうだと思うんです。あ、これに近い趣味で、まあ、近い趣味花釜キリカで、この目玉があるやつ、いるんですけど。キュウリちゃんは今何ヶ月目なんですか。キュウリちゃんもだいぶ経ったんですよ、去年の11月から12月ぐらい。じゃあもう4ヶ月5ヶ月ぐらいはもうそんぐらい行ってますね。キュウリちゃんじゃあもう今熟成系な感じですよ、今ね。この子の一番髪がこうやってかわいい、これすごい、上にグーってやってる。めっちゃやってくれる、この子は。超かわいい。ちっちゃいのにめちゃくちゃ、なんか、なんていうのかな。ここでもやってもらっていいですか、これ。超かわいい、ほらかわいい。めちゃめちゃかわいい、キュウリちゃん。和名だと、目玉カマキリ。なんか和名がなくて。あ、和名はやっぱりない、ない子が多いの、なんですかね。モロさんが和名をつけた方がいいんですよ。そうですね、もつけた。モロさんが全部和名つける。だってさ、和名をつける人が誰って決まってないじゃないですか。学名で、なんとかなんとかって書いたんですよ。これ学名じゃ、マンティスっていうのが学名かな。カマキリって意味で、なんとかカマキリっていうか、木の擬態したカマキリみたいな学名で出てくるんですけど、和名って案外ないんですよ、虫が。カマキリなんだから、ここでもう本当にカマキリのパイオニアとして、もう和名を作っちゃった方がいいと思うんですよ。作りましょう、今作りましょう。外国だとジュエルドフラワーマンティスとかって言われてて、ジュエル宝石。花カマキリって言われてて、うん、おー、いいっすね。そのまま順当につけてもいい名前だと思うんですけど、モンフラワーティスってこれ、コモンとか普通とか、普通って意味なんですか。普通とかそういう意味になっちゃうんで、これだと普通の花カマキリ。花カマキリの立場が普通の花カマキリってつけたやつ悪意ありますね。宝石花カマキリ可愛くないですか。めちゃめちゃいいと思いますよ。この由来として本当この羽の裏に赤い羽のすっごい綺麗な、じゃあ威嚇した時にバーって出てくるんです。この薬いっぱい買ってるんですけど、威嚇された時一回もなくて、温厚な性格なんですね。結構なんか物おじしないというか、なんか人慣れしてそうだしね、さっきこうやってイーってすげえ可愛かった。あれ CB 個体。そうですね、 CB っていうのは要は繁殖個体ですね。はい、繁殖個体 CB って言います。幼虫の頃は結構まあ逃げたりとか、あるそうなんですけど、大人になると思う。結構もうこんな手乗りでさっきみたいに可愛い。そうなんですよね。いや、かわいいね、これね。すんげえかわいいよ、これ、マジで。あ、かわいい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 。何これ。これ、登りたいからこういう、そうなんですよ。フィヒフィってやってるんですか。そうなんですよ。かわいい。あー、超かわいい。
この魅力伝えられるのモノさんしかいないでしょ、これめちゃめちゃ可愛いよ、これがもう大好きで、もうゲーだよ、これゲー、これゲーのイスだね、ゲーですよ、完全にもうそれ、もっとこの若くて、もっと動きのいい子だと、絶対に手をかけじゃない、これ床に下ろした時に、はい、こうやってやるとなんかついてくることが、ほんとですか、その動画も一応一つ投稿してます、ね、うわっ、もう気になる方はぜひともの、モロさんのインスタ見てください、うん、花カマキリの幼虫で、幼虫っていうか、症例幼虫、赤ちゃん、はい、BB についてくる様子を投稿します。うわ絶対バズるでしょそれ、いやかわいい、本当に小型種だとだいぶトップクラスに好きですね、この水黒いが本当にかわいいです。水黒い、わかりました。カマキリってあれなんでやるんですか、あれ、これはもうすごいみんな手入れするじゃないですか、一生懸命、ここも自分の武器を一生懸命手入れして、あ磨いてる状態なんですね。汚れちゃうとやっぱり鱗粉とか汚れちゃうと思うんですけど、この袋とか厚いの切れ味悪くしたりしないようにっていうのもあるんですけど、はい、あと結構かわいいのが、困惑した時とか、なんかちょっと何なんか迷った時とかに自分を落ち着かせるためにこうやってやることがあるんです。グルーミングみたいな、猫の同じで、落ち着かせるためにやるんですか。落ち着かせるために失敗して、あ違うって分かった後に自然これをやります、グルーミングしだす、それが俺大好き、かわいいっすね。もともと猫みたいだなカマキリって思ったんですけど、カマキリってほんと静か猫みたいで感情がねやっぱり結構あるんすよ、本当に。そうなんですよね、もういいねの嵐ですよ皆さん、本当初心者にも買いやすいかも、買いやすいカマキリなんですね。結構大きな獲物でも、あんま大きいのあげすぎないですけど、本当に自分と同じぐらいの大きさでも食べにちゃう、しかも食べれるんです、すごいな。だから餌食いも非常に、しかもちっちゃい、めちゃめちゃちっちゃいからね、カマキリが大きいの怖いよって方にもやっぱり向いてる気がする、すごい。こうやって乗ろうともしてくれるし、こうやって乗ってもだいぶなんか急に走り出したりとかしないんで、基本的に別はこの穏やかで、ちっちゃい、だいたい 1.5 センチから2センチぐらい、ね、キュウリちゃんありがとうございます。きた、僕が作る動物園のメインキャラクターは花カマキリで作ろうと思っております。はい、メインキャラクター来ました、来ましたよ皆さん、うおー早い動き、めちゃめちゃ綺麗、花に擬態してピンク、はい、真っ白なカマキリで、ま、ピンクになるやつもいるんですけど、そうですね、これは2例ぐらいですか、3例ぐらい、カマキリもそうですけど、虫って脱皮をしてどん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 育っていくんですけど、このハナカマキリの赤ちゃんってね、黒と赤のね、コントラストの、もう2例目からこういう感じ、3例って言ってましたけど、2例目からもう本当にちょっとピンク上がった感じの花になります。いやー綺麗だよ、皆さん最近TikTok でバズってるけどね、テレレテテテテテテってフリーザーがこうやって最初ピンピンピンってレーダーやってますけど、あれね、フリーザーはあれは4例ですから、あれフリーザー4例です、あれね、おおすごい、しっかり花になってます、花になってます、もうちょっと微妙に揺れてんのかな、警戒すると、なんか今いきなり手が動いたん で警戒するとこでお腹を反り返らせて細くして、うおこうするとやっぱホットメガミとカマキリの顔とか分かりにくくなるじゃないですか、分かんない、そうなんです、もう桜の花びらみたいに見えるランだけどさ、すごい揺れてる、そうなんですよ、微妙に見た目で楽しくてのがすごいですね、ほんとっすよね、そうなんです、こんな可憐でもうね平和的な感じなんですけど、いやーかっこいい、すごいかっこいい、このハナカマキリ、ランカマキリはカマキリの中でも世界最速のスピードを持ってる、その狩りの時のね、振り下ろす、カマを振り下ろす速度があると言われてるカマキリなんですよ、オイラン的な容姿と食っちゃう速度、これを兼ね備えたスーパーカマキリですね、うん、おおすごいペタンとなってる、ほんとだ、花びら、花びらですねこれ、カー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 、ここに俺がいるよカーカー、もう一人カーカーいるよここに、違う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 、モロさん、そういうこと、俺もずっと見てるもんね、これね、いたね、かわいいよね、ねえ、ここ来る前にね、モロさんと話してたんですけど、よく野球でね、本当に最速でどの 何秒みたいな測るためのね、あれが野球 の速度測るやつみたいなのでね、本当にどんだけカマキリが最速なのかっていうのをね、測ってみたいなと思って、全部のカマキリの振り下ろす速度、それをね、モロさんやっていただきたい、すごいね、速いですよね、目に見えないぐらい、本当に速い、マジで瞬きしたら手に持ってるみたいなこんな見た目ですけど、本当に狩りの性能とかやばいですね、全体的には本当にカマキリのトップクラス、こういう花にやっぱり擬態してそれから身を守るためとかだけじゃなくて、おびき寄せる意味もあるんで、はい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 、カマキリの花もやばいっていうか、だから
野生からとマレーシアとかで生息しているもので、その多分あの花の蜜を吸いに来るその昆虫をあの捕食するタイプの、ものですよね、うん、早いものをやるっていう、うん、はい、飛ぶあのハエとかハエとかハチとかね、そういうのを食べてるあのやつですね。だからもうそれに特化した、花より花らしいって言われてる、うん、こういうなんか足の花びらとか、すごいね、こういうところも結構紫外線吸収したりして、あの、はい、あの花の蜜がある場所って紫外線吸収して虫に見えるようになってるんですけど、はいはい、それが再現されてて、だから花乾きを見た虫はもうこの蜜がある場所だと思って寄ってきて、まあ見た目も単純にそれっぽいし、はい、寄ってきたんですけども、それでシャーと、あとはあの顎の周辺からミツバチの仲間をおびき寄せるフェロモンを出したりして、はい、え、そうなんですか、それで甘いとかはそうなんです、おびき寄せられて、食べられたりするんで、だいぶちょっと匂い嗅いでみたいですよね。そうね、このそんなにしたことないですけど、おお、かっこいい。今あの仮面ライダー流行ってるじゃないですか。仮面ライダー信じしたっけ、うんうんうん、ですよ、もうマジで本当にあれバッタですけど、なっちゃうね。うん、オスメスなんですかこれ。そうです、オスメス。ちょっと聞きたかったんですけど、オスメスってどこで判断してるんですか。これ今肉眼で見えるかすごい微妙なんですけど、はい、うわーかっこいい、揺れてる揺れてる、めちゃめちゃ揺れてる、めちゃめちゃかっこいい。あー、ちょっと俺の写真見たかどうしたもんね、めちゃめちゃピンってなってる。おお、かっこいい。なにこの体勢。うん、これ大好き、ほんとにかっこがちなみにこのオスだとこのなんかお腹の部分でなんか、あ、そうです、オスだとあのお腹のここにあの2本角みたいなのがありますね、はい、その内側にさらに2本の角みたいなのがあるやつがオスなんです。あ、本当だ、ある、これはオス、完全にわかる、うん、本当だ、それがないのがメスなんですね。これカマキリは結構みんな一生共通なんですか。そうですよね。なるほど、このぐらいのカマキリ、この3例4例ぐらいのね、あの花カマキリはね、本当に美しい。まあね、あのちょっとずつあの進化していくんですけど、また大人になったら大人の魅力があるんですけど、イビシ銀的なね、みんなが飼いたいな、ここら辺、ね、絶対ね、最後めちゃくちゃ貴重な一種類です。貴重な、おお、何これ。一応あのちょっと待って、これ近い属のやつが、あの図鑑でミコカマキリって名前になってるので、ミコカマキリ、一応ミコカマキリって呼んでるんですけど、アシナガカマキリとかとも呼ばれたりします。何この 細い、これはもう成虫なんですか。これ成虫なんです。これ上を見たことある人はもうほぼ日本にいないと。これ一般的にこうやって日本で普通に生きてたら多分見る機会はほぼないと思います。え、本当ですか。そうですね、これニコカマキとかアシナガカマキとかって言われて、はい、これちょっと大人なんであれですけど、はい、幼虫、ソレ幼虫の足の長さが尋常じゃなくて、はい、体のなんか2倍ぐらいの足の長さが、全部のこの足が2倍ぐらいの長さで、これ今すごいあの独特なフォルムじゃないですか。はいはい、そうですね、独特。枝っていうか、なんていうんだろう、もうなんというのかっていうか、本当にこの本当に小枝のような、はい、皆さん日本で見れないもの来ましたよ、日本で見れないやつ来ましたよ。うおー、いいねの話じゃない。なんでこの触覚みたいな感じですか、これなんか、この頭の上のこの触覚とは別になんかこう、これなんか諸説ありなんですけど、巫女さんとか魔女とか、はい、そういうなんか意味合いのある、はいはい、これではないですけど、近い死にがそうなって、めちゃめちゃかっこいいんだけど、これかっこいいです、本当に。これはどこにいるやつなんですか、こう、こういうのの方だったか、の方だ、ちょっと後でと調べてみます。の頭のあれがなんかあれなんですね、ちょっとカマキリらしいフォルムをなんか崩すためにあると、これがあるとカマキリの頭の形がわからないんで、なんかシルエットで見た時に、はいはいはい、カマキリだと認識されづらくなるみたいなやつがインスタで見たんですけど、めちゃめちゃ動いてる、めちゃめちゃこれを活発に動く。これはメスなんですか。メスですね、メスの成虫です。これ繁殖させたいですね。したいですね。オスはやっぱりちっちゃいんですかね。ちょっとちっちゃい、だいぶちっちゃいですね。ハナカマキリの場合は本当に全極端にちっちゃくなるんですよ、オスとメスが。おお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 お、本当に謎が多いカマキリ。カマキリウォークって言ってね、こうやってね、あの永遠にカマキリをこれウォークさせるような方法があるんですけど、これあのカマキリウォークって僕は勝手な、勝手にあの名付けてるっていう、これあのずっとカマキリがあの動くカマキリを永遠にこうあの見られる方法って言ってね。もともともうちょっとなんか茶色っぽい話なんですけど、はい、大人になって色がエメラルドグリーンですよ。でもこう見てるとなんか色が途中で変わったんですよ。すげえ綺麗。何この葉っぱだよ、葉っぱ。枝についた葉っぱです。枝についた葉っぱ、この羽の
あの模様から再現されてる。これは何を食べてるんですか、この子。ちなみにこの子意外と何でも食べれるんですけど、ただレッドローチあります、うちでは。レッドローチも食べれるんですか、このあのちっちゃいやつね。そうなんです、ちっちゃい、なんかちょっと心配なんで、ちっちゃいやつをちょこちょこあげてる。こういうなんか華奢なやつに結構大きいのをあげると、なんかあれなっちゃう、でかい餌で結構なんか捕らえた瞬間になんか発生することがあって、はい、繊細なんです ね。だからそういうの、なんかオスの、昔買ったらオスの別のカマキリがいましたけど、はいはいはい、このオスのカマキリ繁殖させようと思ったら、はい、狙われてる、狙ってる狙ってる、めっちゃ狙ってる、すげえ狙ってる。このオスのカマキリ結構それも貴重なやつだったんですけど、はい、オスでそろそろ成熟したから繁殖させようと思ったんですけど、うんうん、前日に餌あげたら、はい、もうでっかい、ちょっとでっかめのコオロギあげたんですけど、はいはいはい、でっかめのコオロギを掴んで、はい、食べてる途中で死んじゃったんです。はい、すげえ繊細。それ以来ね、俺はもう細いカマキリとか、オスのカマキリじゃん、はいはい、でっかいやつあげないんですけど、はい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 、食べれるからっていうよりもね。そうなんですよね。この子もなんか多くあげたら、ちょっとなんか、はい、変な様子になったことがあって、ああじゃあもうこれでちょっと、あ、これやばいかもしれないと思って、狙ってる狙ってる、めちゃくちゃこんな遠くまで見えるってすごい、ちょっと大きめの餌源で、ちょっと餌の性質とこの餌がすごいと思うんですけど、いや大変です、調べるの大変ですね。それを確かめるのがちょっと情報がないので自分で、はい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 、それを試すには何ですか、犠牲になっちゃうとか、はい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 、犠牲のもとありますからね。そうですね、レッドローチ結構安定してる。ねえ、ほんと。コオロギ栄養ちょっと、はいはい、低いのと、うん、ちょっと逆風とかあったりして、はい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 、ちょっと怖めなんですけど、レッドローチは柔らかいし食べやすいし、うんうんうん、動きもあって。そうですよね。で、復興性もあるしね。そうなんですよね。だから、適してるのがすごいよ、これ。めっちゃおもろいよ、これ。なんでこういう形になったんだろうね、これ。うわー、かっこいい、このカマキリ。名前つけましょう。ニコカマキリって言ってますけど、名前つけましょう。ニコ、結構普段ニコちゃんって呼んでますけど、なんかあのアナウンサーみたいになってますね、うん、あの大食いアナウンサーみたいですけど、ミト、うん、ちゃんみたいになってますけど、ミトちゃん、ぜひともニコちゃんを紹介してください、うん、お願いいたします。いやすごい、ありがとうございます。こんな貴重なカマキリ、カマキリの魅力をですね、たくさん教えていただきまして、本当にありがとうございます。今度は後半ね、うちのそのルームツアーをちょっとさせていただいて、お目当てのね、あのカマキリもいるので、逆に今度うちを紹介させていただきたいと思うんで、ちょっとそれで見ていただこうと思いますんで、後半に続く。